ルイジャン・マリー・ド・バントンルイジャン・マリー・ド・バントンはフランスの博物学者であるビュフォンの博物誌の執筆に関わったコートドール県のモンバールに生まれた父親の希望で進学を学ぶためにパリに送られるが医学に興味を持ち1736年の父親が死ぬと医学に展示レームの学校を卒業し故郷のモンバールで開業するために戻った 同じモンバールの出身のビュフォンは、博物誌の出版を計画しており、1742年にドバントンに動物の解剖学的項目を執筆することを依頼した。博物誌の第一巻において、ドバントンは182種の動物の詳細な記述を行い、高い評価を受けた。その評判に嫉妬したためビュフォンは、その後の巻でドバントンに執筆させるのを止めたが、 後に誤りを認め、二人の関係は修復された。フランスアカデミーに多くの論文を発表し、1744年にフランス科学アカデミーの植物学者法になり、パリ科学史キャビネットの学芸員に任じられた。いくつかの学校で、博物学や農業経済学の講義を行い、評判になった。パリ植物園の鉱物学の教授にも任じられた。 1795年には科学アカデミーの正会員に選ばれた。1799年元老院議員に選ばれたが、最初の議会で倒れほどなく、没した。ありがとうございます。